こんにちは。囲碁が大好きなカラステープのクーロンです。今回は孔子と孟子の時代についてお話しします。紀元前に中国で生まれた思想儒教は現在でも東アジア各国に強い影響を与えています。そして儒教では囲碁の創始者として紹介した行程と春程は理想の君主とされ聖人として崇められています。それでは儒教の創始者である孔子や孔子と並び称される儒学者の孟子は囲碁についてどのような考えを持っていたのでしょうか。春秋時代の思想家である孔子とその弟子との会話を記録した論語には囲碁に関して次のような記述があります。子曰く、腹いっぱい食べて一日中ぼんやりと暮らしているのは困ったことだ。すごろくとか囲碁という遊びがあるだろう。あんなものでも何もしないよりマシだ。孔子は囲碁のことを益と言っていますが、ただぼんやりしているよりせめて囲碁でもいいから頭を働かせた方がいいと語っています。決して囲碁を積極的に進めているのではなく、むしろ低く見ていたことがわかります。それでは孟子はどうでしょう。弱肉強食の戦国時代において武力による波動政治を諌め、道徳による王道政治を説いた孟子は次のように述べています。世俗のいわゆる不幸なもの5つのうち、その2つ目として、爆撃をして飲酒を好み、父母の養いを顧みざるは2の不幸なり。つまり囲碁やすごろくなどに熱中し親の面倒を見ないことを不幸であると語っているのです。それ以外には、囲碁のような卑しいものでも集中して取り組まなければ何も得ることはできない。益州という囲碁の名手がいるが、彼が2人の人物に囲碁を教えたとして、1人は囲碁は強くなりたいとただひたすら師の話を聞き、もう1人は死の話を聞きながら空を飛んでいる鳥が目に入り弓を射って捕まえることを考えていたとするなら、後者は前者に遠く及ばないだろうと語っています。物事に集中して取り組むことの大切さを説いているのですが、その引き合いに出した囲碁を卑しいものと表現していることから、孟子の囲碁に対する評価の低さがわかります。現在でも多くの人々の尊崇を集める孔子や孟子がなぜ囲碁に否定的なのでしょうか。それは時代背景による囲碁の立ち位置の違いが関係していると考えられます。囲碁は以前にも述べましたが、もともと天文や駅の道具として使われていたものがゲームへと変わり、宮中など権力者の間で広まっていたと考えられています。しかし現代でも、勉強しないでゲームばかりしてと叱る親がいますが、娯楽の少ない時代、囲碁はまさに現在のゲーム機と同じで学問の妨げになると考えられていたのかもしれません。孔子が生まれた春秋時代には囲碁は庶民の間にも普及してきたようですが、賭博の一種として広まってきたと言われています。春秋時代は周王朝が東西に分かれて争った時代であり、戦乱により王朝は弱体化し、諸侯が覇権を競い合っていました。中国はもともと一つの都市が一つの国といえる都市国家の集合体であり、それぞれの国で一族の長といえる主君を家臣が支えるという身分制度が確立していました。しかし有力な諸侯が周辺の国々を武力統合していった結果、都市間の人口の流動化と実力主義が横行し、旧来の都市国家にあった身分制秩序は解体されつつありました。
そうした時代に登場した孔子は、かつての身分制秩序を回復し、徳による王道で天下を治めることを提唱。これが儒教となります。孔子の死後、儒家は八派に分かれますが、その中に性善説を唱える孟子が登場。儒教は漢の時代には国教化されるなど発展していきます。以後は中国でも時代が進めば高級官僚のたしなみの一つとなっていることから、時代によって立ち位置が変わっていきます。さらに孔子や孟子が言っている爆益とは、現在の囲碁とは全く別物だという説もあります。爆益とは囲碁やすごろくのことで、盤上のゲームすべてを爆益と述べていた可能性を指摘。したがって賭博として行われていたのが囲碁であったか特定できないというのです。ただこの時期に囲碁がかなり広まっていたというのは事実のようです。最後に、先ほど紹介した囲碁の名手碧秋についてですが、隅は金、辺が銀、お腹は損という言葉を残しているそうです。隅は価値が高く、次いで辺、中央は地になりにくいということで、現在の囲碁にも通じる考え方であり、碧秋の技量が相当なものだったことがわかります。